家を失います。じゃあね、今日は引っ越しということで、はい、はい、もう解約です。解約します、はい、このね、家とはもう一つ別に借りてた、まあ、配信用の部屋があるんですけど、はい、全然使わないのでね、解約するという。もうここ立派な家ですよね。部屋はね、結構綺麗に使ってたんですよ。あ、はいはいはい、はい、ただね、こことはもうお別れということで、じゃあちょっとね、これから今から車にねどんどん下ろしていきますか。はい。なんか袋、袋結構持ってきてる、ここに。あ、ありがとうございます。うん、袋に入れた方がいいかな。そうね。我が家はもう終わりです。今日は友達に手伝ってもらって、そう、友達にね手伝ってちょっと車出してもらいました。ありがたいですね、はい、こうやってね、みんなの力を借りて引っ越しをします。マジで全然この家使わなかったもんね。本当にもったいない。だってゴミって一回もしたことないってやばい。いや、一回はある。一回はしたの。一回はした。あ、そうなのね。二回、はいはいはい、しました。はい、もったいない。もったいなかったです。もったいないですね。まあ、かわいかったな。いい経験となりましたかね。はい、いい経験すぎて。高い経験。高い経験でした。疲れるね。疲れますね。頑張ってます、ね。こんなにコスプレの。これコスプレですか、全部。コスプレです。やばいね。頑張ってください。疲れましたね。だいぶだいぶね、下ろした全部。うん、下ろした。すごいですね。ここで終わりです。終わりですか。あ、プルプルしてる。プルプル。足プルプルしてる。じゃあちょっとね、これから車でね、運んでいきますか、はい、家まで。はい、頑張ってください。これ俺が応援してるから。手伝ってよ。あ、いいんじゃない。 OK ですね。本当に手伝って。見守ってるから俺が。ダンボールとか持ってきちゃうある。だな、持ってくものに捨てたいんです。捨てたいのね。捨てる場所が分かんないからね。家まで持って帰んないと。え、いい、ごめんね、乗せて。本当にね。じゃあちょっとだいたい運び終わったんでね、家まで持っていきますか、はい、ちなみにですね、これ2人しか乗れないんでね、俺と友達で乗って、うちの嫁は歩いてね、頑張って帰ります。はい、だいぶね片付きましたね。疲れた。本当にね、何もないですね。何もないよ。すごいいい家でしたけどね、はい、手放すことになりました。はい。私が東京に行くので、うん、手放します。そうですね、はい。じゃあね、ちょっとこれから車に戻って家に帰りますか。私は歩いて帰るんだよ。そうね。乗れないから。車がね、2人しか乗れなかったんでね、ちょっといろいろ運びすぎて、うちの嫁は頑張って歩いて帰ります。頑張ってください、はい、じゃあこの家もね、本当に短い間でしたけど、はい、3ヶ月くらい、3ヶ月ちょい、うん、お世話になりましたということで、お世話になりました。はい、じゃあこれで今日の動画終わりたいと思います。はい、終わります。バイバーイ。じゃあ、俺ら先行ってるわ、家に。じゃあね。じゃあね。行きなよ。バッグも出して。はい。うざい。